混ぜるだけ痩せる塩麹の作り方をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンク、痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録してくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜ塩麹を使うと痩せることができるのかっていうそのポイントについてあなたにお伝えしていきますね。ポイントはこちらになります。まず一つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたい、そしてリバウンドすることなくこの体型をキープしたいと心から願っていらっしゃるようであれば、まず何をすればよいのか。それはあなたの腸内環境を整えることがもう大前提になってくるんですね。ここを無視していろんなことを取り組んだとしても決して長期的にですね痩せることができないですよね。もうこれは理由があるんです。なぜかというと腸内環境が悪いままですと根本的な痩せ体質にこうなることができないからなんですよね。なのでこの塩麹を取ることであなたは腸内環境を整えることができて、結果根本的なその痩せ体質へとこう生まれ変わることができるわけなんですよね。では2つ目です。代謝を促進してくれる効果が高いですよ。普通のお塩を調味料として使われるよりもこの発酵した塩麹を使われますとこの代謝促進効果がアップすることができるんです。その結果痩せやすい体質へとまたここでも生まれ変わることができるということになるんですよね。では3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるんですよ。もうこれも大事ですよね。やはり脂肪がどんどん溜め込んでしまう体質のままでしたら痩せることがねできないので、この塩麹を使うことであなたはその脂肪の蓄積をどんどん抑えることができるんです。さらに詳しく次の項目でお伝えしていきますね。では2つ目の項目です。何をということで今回お伝えするのは塩麹になります。詳しく塩麹のダイエット効果を掘り下げてお伝えしていきますね。まず塩麹というのは普通のお塩と比べて発酵しているそのお塩として使える調味料になるんですよ。そのことで発酵調味料と呼ばれているんですけれども、この発酵しているっていうのがねポイントなんです。先ほど項目1でお伝えしましたね。痩せるためにはまずはあなたの体質が痩せ体質になる必要がある、そのためには腸内環境を整えることが大事ですよとお伝えしました。その腸内環境ではどうやって手っ取り早く効果をですね出すためにはこの発酵食品を毎食摂ることなんです。で難しくね考える必要ないんですよ。発酵しているものを普段のお食事の中でどれが入っているかなってね確認していけばいいんです。その時に調味料そのものが発酵していればいかがですか。こんなに楽なことってないですよね。あれこれとこれは発酵食品食べれたかなとかね今日取れなかったとか考えなくていいわけです。味付け自体が発酵しているものを取って召し上がっていただければもう丸なんですよね。なのでこの発酵食品がなんで腸内環境が整うのかっていうそのポイントなんですけれども、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちを多く含むのがこの発酵している食品だからなんです。ですからいろんな食事しますよね。いろんな食材を使って召し上がっていらっしゃるとは思うんですけれども、その食べるそのものが発酵しているっていうだけで痩せ効果がアップするって、これはですねとってもメリットが大きいんですよね。なので同じように食べているお野菜でもただの野菜と発酵した野菜を摂るってこれ全然違うわけですよね。
じゃあその発酵野菜って何なのかっていうと、ぬか漬けとか、まあ、お漬物とかそういったものになるわけです。もちろんこの塩麹で漬けた、もう本当にあの一夜漬けでもいいんですよね。例えばこの塩麹にきゅうりをちょっと一晩漬けておくだけでも発酵した野菜にこう生まれ変わることができる。こんな簡単なことってねないんですよ。私ももう本当に普段からこの発酵食品を食べてます。なので腸内環境がいつももう整っててピッカピカで、この体型や健康をまあキープできているわけですよね。もうこんなにねあの声を大にして伝えてますけれども、もうこの私もですね、もう実は今よりも10キロも太っていた時代があったわけです。なので太ってしまって、もうどんなにねあの心も体もこうダメージが受けるかってすごくね、まあ、経験済みなわけですよね。ですからこの発酵食品を普段から召し上がっていらっしゃることで、あなたの腸内で痩せ菌が増えて、痩せ菌たちがわあ嬉しいってね、仲間が増えたって喜ぶわけですよ。その善玉菌のその種類、数も大事なんですよ。数が少ない方よりもそういったこう善玉菌のいろんなね種類があるんですけども、種類が豊富な方の方がさらに痩せるわけです。ですからたった一人や二人ではなくて、何十人何百人と もっとすごい数なんですけれども、まあ、例えていうのはそういうことですから、どんどんこの発酵食品を摂ることでいろんな種類の痩せ菌を増やしてあげる。まずはここでいっぱい仲間を作ってあげましょうねってことなんですよ。そうするとわあ嬉しいって、あなたも来たのねってね、もうどんどんお友達ができるわけですよね、痩せ菌たちの。そうするとあなたの腸内がもうとにかくもうニコニコ笑顔の細菌たちでいっぱいになることができて、逆にデブ菌と呼ばれるチッみたいなね、こんなもの食べやがってって怒るわけですよ。もう俺たちは甘いものとか脂っこいものが大好きなのに、なんで餌が来ないんだってなって、どん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 そのデブ菌たちの数が減っていくんですよね、まあ、要は肩身が狭くなるわけです。もうキラッキラした善玉菌たちが増えるわけですから、もうクソと思いながらそのデブ菌たちは退散していく環境を、あなたはこの発酵食品で作ることができるんですよ。そして次はですね、この塩麹というのは酵素を非常に多く含む調味料になります。でこの酵素がですねないと、食べたものをその代謝する、要はこう燃やすことができないんですよね。で私たちは生まれ持って体内にこの酵素ってねちゃんと持ってるんです。ただ残念なことに、私もそうなんですけれども、年齢を重ねると同時にですね、とともにこの体内にあった酵素の量がもうブワーッとですね減っていくんですよ。だから太るんです、年を取ると。若い頃は普通に食べてて全然太らなかったのに、なんで40、50とね、40代、50代となって今まで通り別に食べる量増やしてもないのに、なんで太っちゃうのっていうのは、酵素の量が減るからです。一つはですね、なのでその酵素をやっぱり体外から、体内にあった酵素じゃもう間に合わないんです。もう量が足りないなんですよね。なので外から補ってあげる必要が、私たち特に私もそうですけども、40代超えてくるともうどんどん酵素がないわけですよ。燃やす材料がないわけですから、ちゃんと外から補ってあげる必要があるんですよね。もちろん生野菜だったりとかにも酵素は入ってますけども、こういった発酵してる調味料を取ることで、この酵素がしかもものすごい種類が豊富なわけですから、体外からこの酵素を取ってあげることで脂肪を燃やす、カロリーを消費できる体に作り変えていく必要があるんですよっていうことなんです。では最後です。オリゴ糖を作ってくれる効果が塩麹にはあります。でこのオリゴ糖とは何ぞやなんですけれども、要するに先ほどからお伝えしている痩せ菌たちの餌となる主なものがやっぱりねオリゴ糖なんですよね、まあ、もちろん玉ねぎであったり蜂蜜であったり、いろんなね食品にはオリゴ糖入ってますけれども、これがどんどん増えてくれる、手助けをしてくれるのが塩麹なわけですから、どんどんこの普通の普段使っている調味料から塩麹の調味料に置き換えるだけで、あなたはこんなにも痩せ効果をゲットすることができるんですよということです。ではいよいよ3つ目の項目、最後になります。
どのようにということで、今回は痩せる塩麹のその作り方ですね、材料と作り方、そしてそのお話が終わりましたら、私が実演の動画をあなたのためにご準備しておりますので、実際先生どんな風に作ってるのっていうその様子をね、見ていただいて、あなたも今すぐに作ることができますから、ぜひ最後までご覧くださいね。まずは腸活塩麹の材料です。乾燥タイプの米麹を 200g 準備されてください。で、私は今回使っておりますのはこちら、乾燥の米麹、国産精米使用ということで、もう本当にね、もうフレーク状の乾燥タイプになっています。で、こちらもすごくね、封を開けるともういい香りがねするんですよ。もしまだね、乾燥タイプの米麹買ったことありません、知りませんでしたっていう方は、もうぜひ今すぐ購入してみてくださいね。もう香りを嗅ぐだけでね、癒されます。もう大好きです。を 200g、 あと天然のお塩を 60g 準備しましょう。ここ天然がポイントですよ。精製してしまった後のお塩というのはもう一切栄養がありませんし、逆にお体を壊す元になりますから、やめましょう。もうビタミンやミネラル、マグネシウムとかね、カルシウムとか、そういったのが豊富に残っているいいお塩を使ってください。そしてお水も大事、水道水とかはね使わないでくださいね。もうしっかりとミネラルが残っている天然水ですね、飲料水でよくね売ってますよね、ああいったちゃんと栄養が残っている良質のお水を使って作ってあげてください。そうするとその麹のね菌たちが喜ぶんですよ。わー、なんか美味しいお水が来たってね、やっぱ味がね違うんですよ。発酵してるその様子とかも味もね全然変わってきますから、もうぜひ良質のものを材料には使って選んであげてくださいね。そして天然水はね 300cc 準備してください。たったこれだけ、この3つで簡単にできてしまいます。で、また作り方なんですけれども、もうこれまた超簡単で、もうこの材料をただ混ぜるだけなんですけれども、この塩麹をですね上手に発酵させて美味しくね、麹菌たちが喜ぶやっぱりポイントってあるんですよね。そのポイントを実演の動画をご覧いただいた後にお伝えしますので、お楽しみにお待ちください。ではここから実演の動画をご覧ください。どうぞ。
さあ動画いかがだったでしょうか。もう簡単に作れるんですよ。もうぜひあなたも今すぐ作っていただきたいんですが、ここで作る時の注意点があります。ここすごく大事ですので最後までご覧くださいね。まずは塩麹を入れる容器についてなんですけれども、おすすめはやはりガラス瓶をおすすめいたします。そしてしっかりと使う前には煮沸消毒をしていただいて、その余計なねこう雑菌などがこう湧かないように管理していただきたいなと思います。でまたその混ぜる時はね、まあ、素手で混ぜる作り方もあるんですけれども、まあ、雑菌など等々ですね、やっぱり入ってしまうとうまく発酵できなかったりカビてしまったりしますので、私はやはりその、まあ、手袋ないし、まあ、スプーンでねかき混ぜていただいてもいいかなって思います。でまた常温で1週間から10日ほど経つと出来上がりなんですけれども、ここでね1回作ったからねほったらかしっていうのはねダメなんですよ。麹菌たちがね寂しがるんですよ、まあ、ちょっとって1日1回顔見せてってね言うんですよ。なので必ず1日に1回は蓋を開けてしっかりよくねかき混ぜてあげないとカビます。上にですね白いカビがねやっぱり浮いて出てきてしまうんですよね。私も失敗したことあるからねお伝えしたいんですけども、一回ですね顔をね見せてあげるの忘れたんですよ。ごめんって開けたらやっぱりね腐ってたんですよね。カビが生えてしまってもう非常にもったいないことをしてしまったので、もうごめんねってねもう謝った次第なんですけども、なのであなたも必ず1日に1回はちゃんとかき混ぜて声をかけてねあげてくださいね。元気みたいなね、お今日も泡吹いてるいいねみたいな感じで声をかけてあげてください。そうするとやっぱ菌たちも生きてますから声かけるってすごく大事なんですよね。怪しい人じゃないんですよ、これ本当大事なんですよ。水の結晶でもねご存知の方とかいらっしゃるかもしれませんけれども、ありがとうありがとうって言ったお水の結晶とバカ野郎とかねこのバカとかねダメだお前はとか言ってで声をかけたお水の結晶って全然違うんですよ。悪い言葉をかけられたお水の結晶ってもうぐちゃってなっててすごくねもうよどんでて汚いんですけれども、ありがとうとか綺麗だねとか可愛いねとかね感謝とか言ってるお水の結晶を取るともうキラッキラもうねキラッキラ綺麗なもう宝石みたいな結晶になるんですよ。それぐらいすごくね言葉のパワーって大事ですから、これは科学的に証明されてますのでね大事に大事に育ててあげてくださいね。ということで常温でだいたい1週間から10日毎日毎日1回は混ぜてください。ただしこれまたですねその塩梅があるんですよね。常温で長く置きすぎてしまっては NG なんです。私もうっかりしていつ作ったかなってちょっと忘れてしまって、その様子は見てたんだけどもちょっと長く置きすぎてしまったんですよね。確か2週間ぐらい。そうするとちょっと発酵しすぎて酸っぱい味がね出てしまったりとか、こう香りが強くなってしまったりとか、ちょっとこのままで使うのはきついなっていう状態になりがちなので、冬場だったらいいと思うんですけれども、特に夏場とか湿気が多い時期というのはあんまり長く置きすぎてしまうとその質がねちょっと落ちてしまいますから気をつけてあげてください。じゃあどうやって見極めればねいいのかということなんですけれども、だいたいこう上にね気泡がぷくぷくとこう泡がね出てきます。そしてこう手でその米麹を潰していただいて、あ柔らかくなったなっていうのがポイントです。そうしましたらすぐに冷蔵庫でさっと10日、まあそうです、1週間から10日経ってその状態になってたらすぐに冷蔵庫で保存しましょう。そうするとなんとなんとですね約半年も持つんです。ただもう本当にこれね美味しくて重宝しますから、もう半年もほったらかしにするっていう方はねないと思います。もうどんどん使ってあげてほしいなって思います。ここだけ注意されてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる塩麹の作り方をあなたにお伝えしました。でまたこの塩麹ねどんなレシピにね使えるのって気になっている方も多いと思うんですけれど もう私もねおいおいこのまたチャンネルを通じてこの塩麹を使った美味しい腸活痩せるレシピを食べ痩せですねお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。